初日に行われたライトヘビー級1回戦エジプト対ベラルーシの様子2008年北京オリンピックのボクシング競技は北京工人体育館で2008年8月9日から8月24日までの大会期間16日間のうち15日にわたって実施されたこの大会の出場枠は2007年世界ボクシング選手権大会の上位8選手と 大陸別選手権の上位選手に対して与えられた。大会は男子のみ11階級で争われ、計44個のメダルは20カ国、地域のオリンピック委員会に渡った。国際ボクシング協会に加盟する各国連盟のうち五輪予選に参加した連盟の割合は69%で、全大会の99%から大幅に低下している。この大会までの2分4ラウンド制は、 次のロンドン大会からは3分3ラウンド制となった。1日あたりのテレビ報道は58時間で、世界的に毎分3080万人が視聴した。これらの番組制作には合計73時間15分を要し、制作費は競技日1日あたり99,295ユーロ、制作時間1時間あたり2330ユーロとなっている。 チケットは183,617枚のうち182,117枚が売れ、全競技におけるボクシングの売り上げの割合は2.9%で全大会からほぼ倍化した。ありがとうございます。